アニバワンダフルボックス。じゃあここ実験取んないと。ここどこだかわかります？どこだかわかります？どういうことですか？お店の名前。あ、わかんない。上に書いてありますけど、エディオンさん、うん、エディオンさんもなんかすごいいろいろあって、うん、ここ、まあ、フィギュアとかも特化してるんですけど、あのお酒を売ってるコーナーがあったりとかしてえ、何？え、お酒？お酒？お酒。お酒売ってるんですか？お酒のコーナーがちょこちょこにこっち来ると見えると思うんですけど。電気屋さんなのに。そうそうそう、そういうのをなんかいろいろやりましょう。いうのあれ、いやフィギュアに行ってるし。エディオンさんも基本的に家電量販店さんなんですよ。なんだけどほらほらお酒のコーナーが。あれ、うん、全部お酒なの？いろいろお酒が。え、どういうこと？あとなんかビールサーバーとかも。うわ、ビールサーバーとか本当に良くないから本当に危険だから。ね、こういうお酒とか、で秋葉原ならではのそのコラボ商品とかあって、そのお酒を買うとそういうなんか可愛いレイヤーさんのものがもらえたりとか、そういうのをやってたりしてます。酒巡りって書いてある、うん、ちょっと実験取ります。ちなみになんで知ってるかというと、うん、前に秋葉推しという、うん、チャンネルがありまして、はい、そこでナナが取材してるんでしょ、ここ。あ、そうなんだ、うん、その時にお酒推しっていうことで、なんか意外性がいろいろありますね。めっちゃ懐かしい。これ何？私が小学生の頃に、うん、あの UFO キャッチャーのちっちゃい版、なんかこういう UFO キャッチャーがいっぱいゲーセンにあって、うんうん、これなんかやっぱ普通の UFO キャッチャーって難しいじゃないですか、はいはいはい、だからこういうちっちゃいのでいつも遊んでた、うん、まあこれも取れないんだけどね。ここは隅っこさんで、このピオリーナ1号っていうの。あ、これ吉本さんのひよこなんですね。え、じゃあ違うかな、私がやってたやつじゃないか。まあ、ひよこはいつもいるんじゃないですか。あ、そう、なんかこれはコラボだけど、このコラボじゃないひよこをね、うん、部活の友達と一緒に遊びに行ってやってる。好きだよね。プニプニ。ピランク。そう、これ100円でできるから。結構取れるの？え、あの、お店による。お店のこのさ、うん、アームの強さ加減による。いつもあるんですけど。いや、私本当に苦手なんだ。これがいい。え、ちょっと嘘でしょ。え、でもひよこってさ、だってもうこれはさ、もう手前にはこれが来ないからさ。これ中にもいるじゃん。奥の方がいいかな。任せます。え？私 UFO キャッチャーで撮れたこと多分ないよ。チャレンジ、チャレンジ。あとね、これがむずいんだ意外と。あ、これレバー。なんかあのさ、普通はさ矢印が書いてあってさ、こうボタンじゃん、うんうん、行くで。え、これ何回でもいけんの？これ知らんわ。ボンって押すまでいけんちゃう？どうでしょう、やったことない。ででいくよ。あ、もうちょい後ろかな。あ、こんなもんかな。わかんないね。どうだ。見た今の。
狙いは良かったね。狙いは良かったんだけどね、あのスーって出てきた。難しいんだね。難しい、知らなかった。難しいねこれね。多分さ、上手い人はさ、このなんかタグの紐に引っ掛けてこう引っ張るの、なんかこういう、はいはいはい、でもあれですよ、この割とこっち側に近いところ。そう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 、難しいよこれ。やっぱ、ね、UFO キャッチャー取れる人ってすごいよね、憧れる。バフルさんね、結構得意ですよ。え、得意なの。バフルさんにやってもらえばよかった。ちょっとプロの技をね。なんか取ったの。待って、気づけば真っ暗よ。いいお時間になってまいりました。そして冷蔵庫、ここを覚えてます。こちらも小野寺3枚です。マニア。おのべんさんって、私ここ来ました。ここの取材ってしなかった、なんか、あ、違うか、私来てないと思う。来てないか、割とねたびたび来てるとこなんです。そう、なんか秋葉フルの動画にはたびたび出てる気がする。これ知ってます？昔の鍵、その赤の伸びてるところを押すと鍵が出るんですよ。知らない。ここをねポチッと押すと鍵がポンって出てくるっていう、それで鍵がかかる。でそのこのバーがこのこっちの車輪の方にピッてなって動かないっていう。鍵がかかるっていう。そうです、そうです。ちょっと初知り。アンパンマン。スンスンのハンコ。スンスンってキャラクターいたんだ。何のキャラクターだって。動物バンド。これでも1個取っても意味ないってことですよね。あ、確かに揃えたい。なかなか厳しいじゃないですか。アニマルジャズ2。 2ってことが1があったの。1が、いい、めっちゃいい。これ何と何ですか。これなんだろう。これ黒ヒョウかな、猫かな。これミーアキャットっぽくない。そうですね。オオカミ。これはトカゲっぽいけど、この動物知らない。私かわいい、強そう。かわいいな。星座のクリアライトとかあります。かんの光るんじゃないかな、ライトだから。これってでもさ、12星座さ、自分のが当たんなかったあんま一番意味ないってやつで、そう難しい。わかります。これあのガンプラとかのさ、塗料です。そうそうそう、結構有名な。私ガンプラに手を出さないって決めてるので、ガンプラの動画とか、ガンプラの動画とか、見てて手を出さないって決めてて見てんだ。よくわかんないな。 そう、だからもうそこで消化するの。私のこの欲求を。欲求をね。あ、実勢取りました。まだ実勢取ります。なんか最近
なんだろう、あのビッグカメラさんもいっぱいあるじゃないですか、はい、こういう風に家電量販店さんの前が必ずガチャがある傾向が秋葉原出てきました。あ、でも他のところもそうですよ。やっぱ電気屋さんは外も中もめちゃめちゃガチャある。結構それね、見てて、おー、すごい。いやこのままずっと行きますか？じゃあ。ずっと行って、こう戻って感じしますか？暗くなって、鬱に鬱に顔が暗くなって。皆様、こちらは千代田区です。千代田区では東京の町でもここはね、あ、そう、なんか全部ジオさんになってますよね、最近。何さん？ジオ、ゲームセンターが秋葉原にあった台東さんとかのも今ジオさんになってちょっと一瞬一瞬、何何が回ってるの？馬が回ってる。馬が回ってる。馬のなんかグッズとフィギュア、これどうやって撮るのか全然知らない。わかんない。多分あれが動くんですよ。あの、あ、こうやって動くのかな。そうです、そうそうそう、でもなかなか来ないじゃないですか、近くに。難しい。難しそう。だ、一回では無理だよね。ああいうのが当たるんです。すごい。馬全然わからないよ。残念ながら。あ、ガチャが。やっぱり。何に惹かれてるのかと思う。あ、すごい、奥もある。奥にもあります。ここはですね、アニメとかゲームの販売してるソフマップさんなので。あ、そうだね、全部アニメとかゲームとか。うん、ゲームとかの、多分。どれ？こんなのもあるの、ガチャで。え、隣もすごいじゃん。うん、すごい。あ、やっぱガンダム人気っすね。これもすごい。スナイパー？なんすか？いや、わからない。あ、マッチ箱の中にいるんだ。なんかブロッコリーから人がスナイパーが出てたりする。出てくるんだ。へえ。あ、こういうのもありますよ。え、なんか出ちゃってるよ。見なかったことに。ここでしましょう。見なかったことね。誰か忘れちゃった。誰か忘れ、取りに来るかもしれないから。ね、一応ね。ここは結構ほら中見てもらうと分かるんだけど、サンプラとかもういろいろですね、もうやってるはずで、上でそのこういうなんかねイベント的なこういうカフェとかもやってたりとか。知ってる？知ってるよ。よくこういう、前回ユート見た時は確かなんだっけ、あのアイドルのゲームのアイドルマスター、そうそうそう、のコラボカフェだったんです。そう、実景撮ります。あ、そう、こういう今はこのなんとか
で、なんかこういう時間帯でやってますよみたいな。あ、時間帯なんだ、うん、平日土日あの、てか予約制とか、うん、予約を基本してくださいねっていう、よくあるあれだ、うん、コラボカフェ。そうです、そうです、そうです。隣はまさに、まさにね、見てはいけない。ここもさっきあったそういう免税店さんですね。まあ、ちょっとね、あの海外の方が増えてきましたから、ちょっとずつそういう方たちの感じが出てきましたね、うん、経済回るといい、うん、すごい。ジオさんですね、ここも。あ、何に行くか。ジジオだ。何、どれ。あ、巻いちゃった私です。ちょっと待って。ああ、そうですね。なんかこういう値段。買おうかな。どれですか。ダメ。絶対ダメ。ダメだよ。手をつけちゃう。そう。じゃあ、すみません。本筋ですか。あ、すみません。すみません。あっち。あ、ここにもある。まだここは。じゃあみんなでガチャ。何が出るんだろう。何が出てくるかわからない。怖すぎない、うん、こっち側にも。あ、また出た。カードガチャ。何これ、秋葉原あるあるなの。わかんないけど、見たことないよ私。初めて見たね、うん、カービィだ、カービィ、カービィ、カービィ。え、ほぼ原寸。あ、これがってことか。何、今もしかしてカービィの原寸だと思ったの、うん、カービィの原寸って実際いないじゃん。どれを想像すんだよ。だから、え、カービィってこんなちっちゃいのと思って。違うんですよ、日本で原寸っていうので出すんですよ。すいません、すいません。カービィっていつの時代も可愛いよね。いつだっけな、カービィができたのって。ゲームですよね、カービィって。ゲーム、ゲーム。星のカービィだ、めっちゃ可愛い。なるほど、セーラームーンと呪術廻戦ですね。ね、人気ですね。人気ですね。じゃあちょっと実景撮ります。絶対欲しいんじゃん。やっぱり欲しいんじゃん。いや、でも絶対ダメ、本当に絶対ダメ。でも吸い寄せられてたよ。あの実験撮ってる時全部映ってるから、吸い寄せられていく姿が。カットできませんな。カットカット。なかなか。
あ、なんか吉野家色が違うね、なんか黒い吉野家、うん、黒い吉野家。あ、最後じゃないですか、ここが。あ、これ私ゴーゴーカレーって初めて出会った。これがおばさんのゴーゴーカレー。試すのはまた今度。あの暗くてあんまり見えない。なんだろう。缶バッチ。あ、全部缶バッチだ。ここも缶バッチ。缶バッチだね、全部。これはメタバース始めました。私が作りました。よくわからない。わかんない。ない、ない。うん。向こう側にも。どこにもある。スマホとつながる。暮らしが変わる。あ、缶バッジだね。ここは缶バッジエリアかもしれない。あ、缶バッジが人気なんですかね。うん、そうかもしれない。缶バッジ特化型。じゃあちょっと実景撮ろうかな。さすがにうまかった。漫画みたいですね。漫画のお店みたいです。プロフェッショナルサポートフォーマガジン&漫画人。あれ、ってことは漫画を描くためのものが売ってる？違うのか。謎だ。コミック人だから、コミックだから漫画ですかね。ちょっとわからない。でもなんかこれ見ると漫画を売ってるっぽい。売ってるっぽいですね。うん、ここは一度もなんか注意して見たことなかったな。うん、じゃあ駅に戻りましょうか。はい、まあ、あっちはいいですよね、今日はもう。今日は大丈夫です。大丈夫ですか。いっぱいガチャしました。しましたね。結構今から出かける人たちが多いですね。長大きあれですかね、長いところなのね。うん、まさかのね、ここから始まるなんて。そうだよ。不思議なのを見つけてしまった。じゃあ駅に向かっていきましょう。上から飛ぶ話を。あの会社帰りに秋葉原寄るとか、うん、学校帰りに秋葉原寄るとか、なんか土日の方が混みそうだから、うん、仕事早く終わったから行こうみたいな人もいるし、あ、まあ変な話ですけど、あのアイドルイベントほぼ毎日ありますし、あと秋葉原だとね、撮影とかも写真撮ったりするところとかもあったり、まあエンタメ的なものも充実してますし、そういう実用的なやっぱり専門街っていうところもあるので、まあいろんな意味で必要な街ですよね。なんかやっぱさ、こういうとこになるか、明かりがさ、反射してすごく美しく見えてますわ。私うん、肌の感じ綺麗です。ありがとうございます。そして風の強いところに戻ってまいりました。いつも風強いんだから待ちます。暇だったな今日も。ね、もうね、1時間ぐらいですよ、間もなく。嘘。あっという間に。
いや、おかしいなと思ったの。こんなに暗くなってしまって。そうですね、すいません、ちょっとあのトラブルがありました。ちょっと遅くなってしまいました。いや、でも普通に体感30分ぐらいだから。そうね、あの変な話、ガチャを見てる瞬間って、こまりさんの中で時計止まってません？そうかな。なんか集中してピタッ、全く動かないけどじっと見てるみたいな。そうかな。全然そんなつもりはないんだけどね。ちょっともうちょっと明かりがあるあの辺行きますか。賑やかですね。みんな賑やかですね。はい。はい、あの賑やかになってまいりました。夜だね。夜だね。ということで、体感30分のガチャロケ終了。でもだいぶありましたね。いっぱいあったね。思ってて全然ないかなって思ってたけど、意外とあったね。次回はまた。続きを引き続き別の場所のガチャを探し求めにさまよいたいと思います。ではまたバイバイ。風が強いね。